どうも皆さんこんにちは、 MSSP でございます。はい、さあというわけで今回も始まりました。はい、今回は何をすると思います？何ですか？今回は眼力えぐり大会。眼力えぐり大会どういうこと？眼力えぐる眼球えぐり大会ですね。俺が言いたかったのは眼力、主審の眼力ではない。ああ、違うっぽいわ。あ、心眼お試し大会。心眼お試し大会、目をつぶすことによって心眼を気軽にお試しできる。よし、じゃあキックから行きましょう。いや、ちょっと俺特に視力いいから。じゃあ潰すんだって。そうないから、潰せるやつないから。いやこれでか。いや潰すなよ。これがあって。ただ今回は、まあ眼力という時点では若干間違ってないかもしれません。本当ですか？今回はですね、はい、じゃあキクさんこれ上げてください。はい、もう俺知ってた説。はい、じゃーん。さあこれ何ですか？ね、はい、こちら、僕の持ってるサングラスたちでーす。うわー、そんな持ってんだ。はい、こんだけあります。あ、はい、まあこちらやっぱりキックのね、はい、割と高級めのサングラス、どこどこです。はい、はい、こちらを使って、うん、大道芸のあのこんなここね、今ね、確かに俺も思ったよ。こうやってやったからでしょ。これでね、思いついちゃったんでしょ。そうそう、やってくる。違う違う、そっちは面白そうだね。じゃあ別にサングラスいらないよ。いらないね。中取って、そうしたらこちらのサングラスを使って、はい、エオヨに、うん、似合うサングラスを探そうという企画になっております。なるほどね。そう、ね、やっぱね、うん、エオヨさんもまあいろいろ試した結果これが一番いいという結果にはなったと思うんですけども、うん、いやそうではないと。だってこっちは高級なんですから。今両方ともいやこれとか似合うんじゃない？これはちょっと透き通り。それサングラスなの？サングラスじゃなくて。それ多分伊達眼鏡。これ伊達眼鏡ですね。これ伊達眼鏡。全く全然サーモングラスしないじゃんそれ。これ合うと思うよ、ほら。フレームが邪魔ね。フレームが邪魔ね。まあというわけで、はい、早速じゃあまずどうする？どれから行く？そうだね。いや俺でも結構。キックンのおすすめみたいな。高いのと安いのだったらどっちから行きたい？まあ何でもいいから。じゃあこれとかどうしよう。だから伊達はいいよ。伊達は透けてるんだよな。まずあれじゃない？ FB も使ってるオークリーの。オークリー行ってますね。はい、うん、じゃあこれで。じゃあ取れよ一回。はい、じゃあ透けてみましたけども、はい、まあまあ俺割と悪くはないそんなに。でもちょっと黒すぎなんじゃないのこれ。まあ確かに黒すぎだね。黒すぎる。あ、パス、うん、なんかやっぱこれこの青のアクセントがあることによってなんかこう生えてた感じもあるよね。そうだね、まあ、やっぱそうだね。だと思うよ俺も。ああ、まあでも気分的にたまに変えてもいいんじゃない。いや別に、あと多分これそんな、うん、どうなんだろうこれ。俺今見えないからね。そうだね。いや目隠してる状態だからわかんないんだけど、これ見やすいのかな。怖い。これもしかして伊達政宗。これ伊達ですね。やっぱだからただのロールシャッパじゃん。そうだ。朝が合わないな。これどう？そんな面白い。これはこれディオールですね。お、ディオール。はい。わ、黒いわやっぱ。あ、これてもうわけわかんない。だからもうちょっと薄めぐらいのやつがいいわ。普通のサングラスはやっぱね、ちょっと、うん、これディオールのセレブサングラス。ディオールが台無しだよ、これ。ブルガリ言っとけ、ブルガリ。これブルガリですね。これちょっと茶色気味なんで。ああ、うん。どうですか。やっぱギャグにしか見えないね。そうだね。なんかやっぱ
薄い色のサングラスはね、全体的にやっぱダメなんだな。いや、でも近くで見たら面白いんだけどね。あ、うん、こっち向いて。ああ、確かにこれ面白いな。丸メガネは若干ウケるな。レオンみたいな感じになってるの。いやいやいや、なんつうのかな、何言ってんだ、何言ってんだこれ。違うね、でも面白い。これとか特徴的じゃない。これもうブル、そんな変わんなくない、そんな変わんないかな。これこいつ変わんないでしょ。これバレンシアガですね。バレンシアガ、はい、もうメーカーとかはもうどうでもいいくらい形ではし、黒いのダメだな。いや、やっぱ黒い系はね、基本的に中はどうしたって感じだよね。そう、そうなるよね。近くで見てなんぼみたいなところある。そうだね、やっぱ考え尽くされてんだな。鶴がやっぱりね、うん、まだ銀色の方がやっぱ良かった。あ、これすごかったな。俺そんなこれ考えてなかったんだけど。あ、そうなんだ。これ、あ、そうなんだ。これね、やっぱいい、奇跡的に、うん、ちょっとそれちょっと鶴が豪華だから。このフォードの、え、そこじゃないね。ここここここ、あれです。ちょっと別の、でもペンギンみたいになってた。確かに、どういうの、これペンギンっぽくない、なんか。ペンギンだね。うん、お前これペンギンだよ。ペンギンなの。全然イメージできない。これはちょっとちっちゃいやつなんだけど。そうだな、これだとやっぱギャグだな。どうやったペンギンなんだよ。じゃあ、あ、こっち金縁とかいいんじゃない。だから金縁、うん、じゃあ、はい、これもトムフォードで、うん、あ、急に生える。やっぱ生えるね。縁大事なんだ。縁大事だわ。あ、まあ覚えてるけど、縁大事だって。縁大事なんだ、ね、これハードボイルドエヨヨだね。ハードボイルドエヨヨの。マッカーサーじゃん、こっち見て。マッカーサーみたいな。あ、いい、いい、いいよ、いいよ、あったらあったら。オッケーオッケー。あ、ティアドロップお前合うな、こう考えると。じゃあもう一個、そうなんだ、こっち、ディータ 1,2 を争うぐらい高いやつ。え、マジで、こん中では。あーあー、ハードボイルド、マッカーサーだね。これマッカーサーだね。ティアドロップいいんじゃない。これ何マッカーサー。何マッカーサー。なんかある。これ何円マッカーサー。これはね、9万マッカーサー。9万マッカーサー。9マッカーサー。9マッカーサー。これ9マッカーサーかぐらいかな。はっけー、クソくらいだな。お前前買ったさ、メガネいくらだの。あれ5万だった。結構してんじゃん、しか使ってないよね。いや、だってメガネだろ。メガネだろ。あのバットマンの、あ、そうそうそう、あれ5万ぐらい。 あれね、あれ5万使ってないじゃん。やっぱそうだね、金縁だな。あー、なるほどね。あ、じゃあこれも金縁だから、ちょっと最後にそれいっとくか。これ、バレンティノ。あ、まあ、だいたいやっぱ系統的には似るね。丸つけるとやっぱペンギンっぽい。あ、二つ丸ついてね。ペンギンね、よくわかんないんだけど。丸をつけて。違うね、二つ丸をね。フレーズ間違っちゃってから。ちげえじゃん。交通渋滞になってたもん今。なるほどね。あ、じゃあとりあえずティアドロップが一番合うであろう。金縁。金縁。金縁ティアドロップがやっぱ。縁の色が大事です。縁は大事なんだな。これかな。一番今のところね。そうだね。あ、映えるね。マッカーサーは一番合ってる。ちゃんと位置を直せば。うん。うん。あ、あ、ああ。やっぱいいわ。うん。かっこいい。いや、だったら、うん、これとかもいいんじゃないですか。まあ、いいんじゃない。あ、いいね。それも結構、今回結構いいかもしれない。おすすめのハイブランドなんで。ハイブランドよ、これ、はい、マジで、うん、なんか安物の安物の落とすが、スーパーが安物のプラスチックの食感あったんですけど。ちょっとちょっと待って、何これ、カチカチ。なんかね、お前これ引っ張って、ちょっと自分で。どれ、うん。あ、なんか急にカートゥーン感が。そうだね。お前これいいよ。ファービーみたい。そう、あ、そう、ファービー。ファービーみたい。ファービー。でかいんだけど、なんかついてるでしょ、これ。ファービーみたいな。それはレンズついてるだろう。いや、で、レンズじゃないよ、これもう。
面白いな、これ面白いね、エスケに潰されてそう、そうこれおすすめだね今んとこお前これ一番似合ってるよ似合ってるかどうかで言えばそれが一番似合ってる一番いいもん、うん、まああとはこういうクールなやつとかもあるよ、クールクールって書いてある、あ、ほんとだ、それはクールだ、クールって書いてるやつはクールじゃないのもううわ、なんだこれも絶対安いなあ、いいこれいい、形もいい、めっちゃいいぞ、あ、これいいで、お前クールだクールあ、ね、やっぱサイバー感がね、マジで、いや、まあ、サイバー感は大事だと、これはいいかも、これはいいわ、うん、うん、一応色違いもあるで、やっぱクールなんだな、あの大きさもね、すげえいい感じ、そうだね、しっくりくる、うん、え、なにクールしか出ないの文字、いや、多分ね、あのなんかプログラムみたいなのすればね、え、そうなの、そう、スマホと多分そうじゃない、多分え、これスマホと連動するの、するやつだ、多分ね、あ、他にもここボタン押せば変わる、ちょっとあ、これか、これおおおおえ、なんて書いてあるの、チャンスアップかな、ええ、なに、なに、チアえ、チアえ、なんて書いてる、何シアアップ、でも判別できない、いいいい判別できない、これ DJ とかだったら割と上がるタイプ、いやこれね、ちょっと締め付けがね結構あるんですよね、文句言うな俺変わんなくなった、1個 バンド押してみ、あ、変わった、おお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 お、正直はしなんかファミスタ感もこれでも俺好き、ホームランファミスタだ、ファミスタ、アイムソーハッホット、アイムソーホット、ソーホットくだらねえ、ユーアーソーホット、光ってるのこれ、光ってる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 、え、すごい、そんなのあるんだ、あー、いい、走ってる走ってる、これいいんじゃない、え、お前これそう、あーいい、あーいい、花火出てる今、え、おいいね、 I love you I'm too sexy sexy いいね、あ、いや、あ、でも緑もあるんだったら、そう、緑の方が合うかもね、そうだね、うん、なんで2つも買ったあ、やっぱ緑の方が映える、あ、映えるわ、全然緑の方がいい、あ、こっちの方がサイバー感がいいなぁ、これいいわ、羨ましい、お前これいけるで、お前、いや、ちょっと これきついよ、ね、いや、割とマジで俺らこれなんだよね、ちょっとこれ締め付け、いや、これに変えてほしいもう戻さないでほしいいいよいいよ、今走ってる、あ、いいよ、いいね、おぉ、波だ、画面映えがすごい、うん、これすごいね、2000円ぐらいだったけどあ、これいいわ、1000円ぐらいだっていうぐらいのやつだ、これ、メッセージ性あっていいわ、うん、おぉ、いい、かっこいい、かっこいい、かっこいい、お前今マザー2みたいになってるよ全然わかんない、こいつマザー2だ、マザー2だ、こいつマザー2なんだけど、マザー2のは戦闘画面の後ろや背景だ、どうなってんの、いや、いいと思う、今お前これかっこいい、マジお前今マザー2スマッシュかっけえ、ダフトパンク集がすごい、いや、すごいわ、あー、すごい、マザー2、マザー2、マザー2、まだマザー2、ああー、いい、いいじゃん、お、すげえマスコット感がすごい、盛り上がってんな、そんなにいや、これいい、いい、いい、マジいい、めっちゃいい、これいいわ、思ったより、うん、俺のハイブランドのサングラスどうでもよかった全然、このハイブランドが、うん、いらねえ、興味ない9万とかゴミだよこっちの方がいい、うん、これさ、なんかね、縁がさ、黒じゃなかったらもうちょっといい、あ、ね、これね、実はね、うん、もっと高いやつ買ったから、それね、届かなかったの、ああ、そうなんだ、それ、何千円ぐらいの、もっといいやつ、もっといいやつ7000円全然そんな高くなかった2、3万すんのかと思ったでもネタに買う、ネタに買うでしょ、いや、それはでも割となんかかっこよかったから、もしかしたらワンチャンあるかもしれない、よし、これはちょっとやっちまったな、そんな締め付けっていうのは、それちょっとね、ちょっと広げれば、ね、いいから、じゃあこれとかは多分割とどうでもいいことな、それはもうどうでもいいから、まあ、一応もったいないし、うん、買ったからには、うん、
なんだこれ、すげえカタカタしてんだよ。くだらない、くだらない。それでお前笑い取ろうとすんの。なんだこれ、あ、ロイコクロディウムみたいな感じだった。メンターついてもういいわ、もういいから、やめてほしい。今までの俺たちの感動を返してほしい。最後レジェンド、そうだね。あ、やっぱ面白い、面白い、面白いわ。いやでもやっぱさ、2000円の方がいいな。これ知ってるぞ。あ、これで、あのここにさ、バナナこう刺したらさ、イクオだったんだよ。そうだね、これゲームできねえんだよ、このしょうがないでしょ、だってお前忘れたんだもん。サングラス、これ真っ暗で何も見なかった、うん、でもサングラス忘れて もう次これあるから。そうだね、やっぱ、やっぱさ、もう最後それで締めよう。ああ、うん、よし、それが一番。ちょっとお前一回さ、え、マスクこれちょっとずらしてみて。どうどうどう、あ、どう、まずこっちは OK、 見えてる見えてる、あ、見えてる見えてる。どうですか。いや、面白いね、これね。ほら、そう、ほら、気に入ってんだ、ほら、本人も気に入ってんだぜ。これ面白いね。次からはこれだ、これだ。ちょ、こっち向いて。しかも7000円のも来るから。そうだ、ほら、横、見え、そう、全然見えない。そう、横から、横めっちゃ見えるけど。横めっちゃ見えるわ。完璧じゃんけど。いや、でもここさ、工夫してちょっとこうやって閉じれば、ね、閉じればな。ほら、ライブとかにはいいんじゃない。お前もうこれでライブ行こうよ。これは正直ありだな。これウケる、これウケる、これいいよ、これいいわ、これすごいわ。うん、でしょ、気に入ったでしょ、これちょっといいね。しかも7000円の高級なおもちゃもあるから。高級も来るからね。そうだ、まだ伸びしろがあるってことで。いや、もう決定ですね、じゃあ今回。いや、いや、今日一の感動、うん、そうね、やっぱデジタルって強えんだな。そうだね、すごいわ。やっぱ急になんていうか感情がね、うん、なんか見えてくるというかね、うんうん、そうだね。あとサングラスに9万なんて必要なかった。そうなんだ、俺がこんなに高級なの揃えて。そうそう、うん、もう何も全部いらなかった。9万じゃロボットに感情はやっぱ生まれないけど、うん、あ、確かに、やっぱりね、うん、あ、こういうデジタルはやっぱ ね、 そうだね、感情を芽生えさせてくれる。いや、お前これもう全部持ってってるもん。かっこいいわ、この画面上で全部持ってってる。お前かっこいい、主役もいいとこ、かっこいい。いや、決まりました、今これです。今後はこれで、今後はこれで、はい、いかないですけど。いや、すごいネタでやったつもりがね。まさかここまでハマると思うと。何かのタイミングこれまた使いたいね。そうね、いや、何かのタイミングじゃないよ。次からのタイミング、次から全部これだよ。いや、それはさすがにちょっと2000円だから。よし、これでいきましょう。